はい、今回はですね、プラグインのプリセットを使う際のトラブルシューティングを行ってみたいと思います。まずですね、多くのプラグインメーカーの製品にはですね、必ずプリセットというものが搭載されています。例えばロジックでしたら、このようにコンプレッサー開きますと、この部分からですね、プリセットを読み込むことができると。ただここで注意点がありまして、こちらダイナミックス系ですね、コンプ、リミッター、ゲートだったりとか、このあたりというものはですね、このトラックの音量にかかり方が依存することになります。で、どういうことかと言いますと、こちら一回プリセット選んでみますね。今ですとキーボード系なので、このあたりかけてみましょう。そして再生を入れてみますね。こういうかかり方です。そしてこう切り替えていってみますと、全然ここのかかり方が違いますよね。ということでですね、音量系のエフェクトに関しましては、この設定が最適化されていますので、あとはどのぐらいかけたいかをですね、再生しながら探っていって、必ずこのように調整する必要がありますので、ここに注意してください。ということで、プリセットを選んでもなかなかうまくかからないとか、変な音になってしまうといった原因のところはここら辺にもありますので、ぜひですね、このあたりも注意していただければと思います。ということで、今回の解説はこれで終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。PC の方はスリープリークスのロゴをクリック。スマートフォン、タブレットの方は動画の下、チャンネル登録をタップしてください。